波を生き残るためには勇者様方の結束が必要不可欠です。この場はそのための話し合いだとお考えください。女王の言っていることは正論だが、こいつらと結束なんてできるのか。まず直文さんにお聞きします。そのチート性能の盾はどこで授かった？はあ、もう一度言ってみなさい。何度でも言ってやる。クソ盾、負け組、弱小勇者、悔しければ言い返してみろ。ほら、どうした？お気持ちは分かりますが、ここは冷静に。ええ、私は冷静です。冷静にあのゴミを処理しますね。いいか、お前らの言うチートの盾など存在しない。地道に努力した結果だ。わかった、俺の知る限りの情報は教える。その代わりお前たちの情報を先に教えろ。どうしますか？教えるしかないだろう。しょうがねえな。まずは基本だが、伝説の武器と同系統の武器を手にするだけでも複製できるウェポンコピーシステムってのがある。初期はただで強い武器が手に入って助かりましたね。うん。ちょっと待て、手にするだけでいいのか？ああ。直文さん、もしかして知らなかったんです？話を続けてくれ。それから技能スキルとレシピを習得して武器に材料を吸わせると自動的に作ってくれるシステムもある。待ってくれ、俺は今まで手作業で。何やってるんですか。あとは転移スキルというものがあります。登録した場所にならいつでも飛べるスキルです。もしかしてこれも知らなかったんですか？今までの俺の苦労は一体。直文さんは知らないようなので、特別に強くなる秘訣を教えてあげましょう。この世界はですね、武器のレア度が全てなんです。だからレア度の高い武器を鍛えれば。嘘をつくな、武器の強さは熟練度だ。違う違う、強化精錬とステータスの高さがものを言うんだ。何を言ってるんですか。武器にはレア度があって。いや嘘だ、そんなものはない。だから武器の強さは強化精錬で。それこそ嘘ですよ。嘘じゃない、ヘルプを見ろ。俺のヘルプにそんな記述はない。皆さんやめてくれ。この嘘つきの偽善者どもが。だと？なんだ。あなたこそクール気取りのカッコつけじゃないですか。剣を取れ。剣？誰だ？いい加減に。僕は弓で。お前らとは。